はい、ですね、じゃあ、フィリピンのね、日本食居酒屋のんきで出てます、うなぎマンゴーロール、見てください。上にですね、マンゴーが乗って、で中にうなぎ入って、で上になんかマヨネーズっぽいのがあって、こうプチプチしたのがあるという、これなんですかね、これ。ちょっとこんな感じですね。はい、でちょっと食べてみます。全く味の想像がつきません。ではいきます。この味は、あれですよ、スーパーに売ってある安い巻き寿司の味ですよ、これ。スーパーに売ってある100円でくらいじゃないじゃないですか、安いの。なんかその味と一緒です。だからね、見た目は違うんですけど、ただ味はスーパーの巻き寿司っていうか、あれですよ、桜伝武とか入ったやつ、桜伝武とかきゅうりとか入ったやつですよね。なんかそんなやつ、帰ったらね、テーブルに自分中の母さんがね、寿司買っとったよーっつって、あれじゃないですか、あんなやつ、あれに近い味です。多分まずくはない、どっちかっていうとうまい、意外ね、意外ですね、これは。うまい、うまいよ、